小読みよ小読み。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日の小読み言うていこか。八仙、雨が多い期間言われとってな。嫁取りやら造作やら仏事なんかは今日やって言われとるよ。風情十尾、呼んで字長たく成就せえへんゆけや。六曜は専務、何事も控えめに。午前は京で、午後は吉。今日の干支は水の戸牛。水の戸は影の水、うちは影の土やさかいに、陰陽五行の流れは土は水を濁すいうことで、総国物事が順調にいかへんいうけよ。まあこんな感じやけんども、ざっくり暦の注釈見てどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆるとえひになるとええね。ほなまたね。